受注のキャンセル対策は万全ですか？経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。営業マンにとって一番怖いのは受注のキャンセルです。商談が済み、見積書の提示も終わり、相手は契約すると言っています。営業マンは大変喜びますが、翌日電話があり、昨日の件なんですが一旦白紙に戻してもらっていいでしょうかと受注のキャンセル。これ珍しい話ではありません。そこで今日は受注キャンセルの防止についてわかりやすく解説します。顧客が契約すると言ってもそれは口約束であって契約書を交わしたわけではありません。ですから受注のキャンセルが発生します。ということは商談の席で顧客が契約しますと言った直後、すぐに契約書を提示してサイン捺印してもらうのがベストです。しかし企画商品を売るのであればそれも考えられることなんです。すぐにですね、契約書の個数だと金額を手書きで入れればなんとかなります。ただオーダー商品になってしまうといろんな企画があったりしますので、見積もり金額が変更になったりとか数量が変更になったりすればその場で正式な契約書を提示することが不可能になってしまいます。結果契約書は修正やカスタマイズを加えて後日提示することになります。問題は顧客が契約の意思表示をしてから正式な契約書にサイン捺印をいただく数日の間に受注キャンセルが発生することなんです。一見キャンセル対策ってなさそうな感じもします。しかしトップ営業マンであれば必ずやキャンセル対策を施しています。さてあなたならどのようなキャンセル対策を考えるでしょうか。私はいくつかのキャンセル対策を持っているので今日紹介したいと思います。まず1個目が発注書の準備です。キャンセルを防止するために発注書を事前に用意しておきます。発注書には商品名、数量、金額を手書きで記入する欄を作っておき、顧客の会社名、代表者名を記入して捺印してもらうっていうものです。本契約ではありませんが、発注書に記入捺印したことで、キャンセル率っていうのはぐっとこれ減りますね。ちょっとした工夫なんですけども、馬鹿にはできないです。この、キャンセル対策は。ぜひね、やってみてください。そして二つ目、契約直後、顧客と握手をする。顧客が契約しますと言ったら、顧客の手を強く握りしめ、目を見ながら握手をします。そして、ありがとうございます。必ずや〇〇様のお役に立てます。一生懸命やらせていただきます。と心を込めて伝えます。そうすると顧客は、よろしくお願いします。と頭を下げるケースが非常に多いです。一度このような会話が成立すると顧客は非常にですね、断りにくくなるんです。単なる心理的なものですが、人間には一貫性の法則というものがあります。それは一度宣言したものを覆したくはないという心理なんです。また覆してしまうと人間的な信用を下げてしまうのではないかという不安を感じます。そのため一度宣言したことを貫こうとするのが人間なんです。この二つが代表的なものですが、その他にもいろいろ考えられます。三つ目として、早々に納品の準備をスタートさせる。契約の口約束をしたら、それでは社に戻り次第すぐに納品の準備をさせていただきます。メーカーに発注して納品の人員も手配させていただきます。その他、正式な契約書の作成、取扱説明書などの準備、本日夕方には全て完了させますのでよろしくお願いしますと言って、多くの人間がこの契約の作業に入る、そして後戻りはできないということを案に伝えます。これも経過的です。このようにですね、いろいろなキャンセル、対策、要は受注キャンセル対策がありますので、ぜひこれを実行してください。今日の話が役に立ったという方は高評価、
チャンネル登録をよろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって、私長谷川がさまざまな視点から有益な情報を収集分析して、週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会に登録をよろしくお願いいたします。